バニシング YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。コージバニシングです。僕のことを知ってくれてる人ならね、ご存知な方もいると思うんですけど、怪獣ソフビを集めていまして、はい、ウルトラマンとかゴジラとか、先日またマンダラキさんで、ブルマークのね、怪獣ソフビを購入したんで、開封してるところをちょっと動画にしていこうかなと思って回してます。では早速、段ボールの中身をね、開けてみたいと思います。マンダラキさんからね届いてます。早速開けてみたいと思います。はい、開けました。ではお見せしたいと思います。じゃじゃん。これはね、ブルーマークのねが出したウルトラマンタロウのジュンマっていう怪獣です。かわいいね。おー、いいっすな、これ。これ、ナメクジだね、モチーフは。めっちゃいいね、これ。で、これね、正式にはね、こう、ブルマークが出したっていうよりは、こう、ここにも見えると思うんだけど、バンダイさんが出してるんですね。ブルマークが当時、倒産しちゃって、発売されなかったんですよ。それを30年越しにバンダイさんがそのブルマークの金型を使って出したっていうね、バンダイさんが発売したソフビなんですよね。もうめちゃめちゃ夢ありますね、これ。最高ですね。めっちゃ可愛い。でもね、実はね、もう一体買ってるんですよ。もう一体ね、実はじゃじゃん。これね、色違いですね。色違い。これもちょっと当てていこうかな。はい、これ2体目です。ということでね、同じ怪獣ジレンマを2体買いました。これね、ちょっとね、理由がありましてね。マンダラキさんはね、1万円以上買うと送料が無料になるんですよ。だからこれ、1体5000円か6000円するんですけど、まあ、1体買って送料払うんだったら、まあ、2体買って、ね、こう送料無料になった方が、まあ、結局はお得かなと思って、2体買いました。2体揃うと可愛いしね。はい。そんな感じで。そんな感じです。めっちゃ可愛いな。こう可愛くない？な、これで満足です。じゃあこんな感じで、また僕おもちゃ好きで、もともと怪獣ソフビ集め出したのは割と最近なんですけど、昔からおもちゃいっぱい、まあこんな感じで集めたりしてるんで、また今度は違うおもちゃの、自分のコレクションを紹介したりしていきたいと思います。じゃあ次に期待してください。またじゃあ交互期待。最後まで見てくれてありがとう。じゃあねー。